今日は僕の青春公園です。青春公園なんですけど、この間あの青春公園をやったんですけどね、この間はあの始まる前にめっちゃ時間があるみたいなショールーム配信をしたんですよ。今日なんか時間に余裕があるなっていう。でも今日は逆に時間に余裕がない日でちょっと焦ってます。私は17時からがこんばんはですですって。そう、今日はなんか分からんけどね、なんか時間ない10時ぐらいがこんばんは。あ、結構遅いね。5時、あ、5時の方もいます。18時にこんばんは。確かにケットも17時ぐらいかな。17時ぐらいにこんばんは。あ、どうやろう、ケット16時ぐらいかも。16時ぐらいにこんばんはに切り替えるかも。ちょっと早いかも。ならちょっと早いわね。外が暗くなったらこんばんは。今外どうですか？そう、ここにはね窓がないのよね。そうだからさ、あの窓がないから、あの雨降ったり急に雨が降る日とかあるじゃないですか、夕方から雨とか。で外のその雨降ってる状況とか、なんか今日雪すごいねとか、まあ大阪でそんな雪すごいねはあんまないけど、あのそういう天気の変化とかね、わかんないんですよね。公園だからこうやってショールームとかしてて、今日はなんか雨すごいねとか言われた時に初めて、あ、雨なんやって思う。そうなんですね、ほんまに空が見えないの。空が見えない場所にいるもんで。そうだからどれぐらいから暗くなってるかも見えてないんですよね。ね、壁天井に穴開けようかな。ね、もう冬終わるんですか？もう春ってことですか？2月で春なの？でももう2月も終わりか。2月何日だ今日。16か。16ですね。早いね。花粉が飛び出したら春ですって。もう花粉飛んでるんですか？もうそんな季節？花粉飛んでんの？そうなの？けどね、多分今のところね花粉症は大丈夫なんですよ。そう、花粉はね大丈夫なんですけどね。花粉症大変ですよね。でも急になるっていうじゃないですか、花粉症って。このなんか去年は花粉症じゃなかったのに今年は花粉症、今年から花粉症ですみたいな人とかもいるからさ、それちょっとビクビクしてます。毎年毎年それを知ってからは、今年はもう花粉症にならないように。花粉症治った人ですって。すごい、花粉症治せるんや。どうやって治したんですか？ぜひ布教してください。ここにみんなに教えてください、情報提供してください。治ったらね、治るもんならそらね。でもなんかテレビでやってました、テレビでなんか予防法とかいろいろあったんですけど、何やったかな。なんか、あ、そう、外から帰ってきた時になんか服とかパンパンするとかも大事やけど、あの髪の毛、女性とか特にこう髪の毛長い方とか特に髪の毛に花粉がつくらしくて、だからなんかヘアブラシでこう外から帰ってきたらやった方がいいらしいですよ。ヘアブラシで溶いて花粉を落とすみたいなした方がいいみたいです、花粉症予防には。そう、
まあ、あとは手洗いうがいとかめっちゃシンプルだけど。なになに、レンコンの煮汁を飲むのがいいらしいんですって。そうなん、レンコンの煮汁って飲んだことないかも。あー、空気清浄機とかね、大事ですよね。確かに確かに、田舎に行ったら治るらしいですよ。ですって。そうなの、田舎とかの方がでもなんか自然とかお花とかいっぱいだから花粉症きつそうですけど、ね、静電気やばいですよね。けど花粉症より静電気の方が問題なんですけど、結構静電気やっちゃう人でやっちゃう人っていうか放電するんですよ。けどほんまに、あの 人と人で触れたりしたりとか、なんか物に触れたりとか、とにかくケイトと関わる人みんなバチ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 言うんですよ。弟が一番やばい弟とケイトが触ったらもうバチーンってすぐなる。そう、本当にケイト多分人より静電気持ってるんですよね。なんか本当にだから冬とか申し訳なくて、なんかニット着てるメンバーの子とかあんま触りに行けない触りに行けないって、そんな触ることもないんですけど、そんなねけど、そうなんかむやみやたらにこうできないよね。バチ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 なっちゃうから。そう、ほんまにほんまに静電気やばいんですけど、なんかすぐバチバチしてるんですけど、でも自覚症状はなくてその今触ったらやばいよとかなんか分かんないんですよね。どのタイミングでなるか本当に不意になっちゃうから。そう、人がね結構、公演中はねあんまりないかもやけど、なんか日常でふとした時とかね。そうなんです。そうだから握手会したらバチバチバチこの時期に握手会してたらバチバチってなるかもしれないですあ、汗でね電気、静電気取れてんのかな。それはあるかもしれない、汗と一緒に流れてるかも。でもさ、水とかの方がなんか電気通りそうじゃないですか。静電気、こう汗水と一緒になんか放電されそうやけどな。どうなんでしょうね。それは恋だよ、だって。うまい、バチッとねキャーってなりますけどねこうとかじゃなくてキャーって離れる方やけど。そう、本当にバチバチするあ、そうそう、水の中の伝導率うまっすごい、みんなうまいこと言ってます。そうそうなんです。だからほんまに静電気きつくて。そうなんです。え、汗かいたら静電気発生しないんですか。え、そうなん、なんか逆のイメージだけど、イメージで言うとね、本気出したらケイトで充電、携帯充電できるんじゃないってはってすごい、そんだけ電力あったら最強ですけどね。もうモバイル充電器とかいらない、自分でこう指でピッてしたら最高やん。それケイトすぐ充電なくなるタイプの人やから嬉しいわそれそこまでいったらもうなんかもはや良くないですか。そんな充電能力まで備えられたらもう自分が静電気発生するタイプでも全然許せるけど、もう中途半端にただただ静電気だけ流すタイプやから今めっちゃ嫌や何のメリットもない、ただただ人と触れたら静電気バチバチ発生する人っていう、嫌ですね。
乾燥してるから静電気発生するって。乾燥してんのかケイト。カッサカサなんかケイトが。そういうことね。そうかもしらんわ。人よりカサカサなのかもしらん。潤いが足りてない。体の潤いが足りてない。もっと乾燥させればいいってことね。だから充電させるためにはもうひび割れてくるぐらい唇とかもパッキパキになって喉カラカラで、で目ももうカピカピでほんで肌ももうなんか白くなっちゃうぐらい、なんかもう白くなっちゃうぐらいカピカピになれば充電器できるかもしれない。やだよ、困る困るそりゃ困るよねえ、そんなん嫌でしょ。もうひび割れまみれの手で握手されても嫌ですよ。乾燥してるんか。確かにケイト乾燥してるかも。あのいつもベッタベタなんですよ。こうハンドクリームとかそのベッタベタに塗るんですよ。だから乾燥してるから、そういつもベッドベトだからたまにこうなんかフリとかでなんか手つなぐフリとかあるときに、ごめん今ハンドクリーム塗ったからベッタベトって言うのよくある。今日もリハ前にハンドクリーム塗って、あなんかいつも出しすぎるんですよね。だからベットベトで、そうそうなんですよ。だから練習前に塗ったらあかんなって思いながら、でも塗っちゃいました。だからちょっとごめんベトベトやけどって言って、そう握手するついでに相手の肩も潤わせるっていう、そういう感じです。でも最近はほんまに冬は乾燥するので、あのボディクリームとかちゃんと塗るようにするんですけど、もう妹にめっちゃ共用したんですよ。ハンドクリームじゃボディクリームめっちゃいいから塗りって言って、もうそしたらちゃんと塗ってくれるんですけど、塗る量がもう半端ないぐらい多すぎて、あのすぐなくなって、消費量が半端なくなりました。すぐボディクリームなくなります。そう共有そうめっちゃそうなんですよ。そう塗りなって、冬はクリーム塗るのいいから塗りなって言って言うんですけど、そうこれくらいのこれくらいのハンドクリームじゃ、これくらいの箱に入ったボディクリームを買ったら1ヶ月ぐらいでちょうど使い切って、そうすごくない？しかもこのサイズで、あの厚みもこれぐらいですよ。結構な量じゃないですか。だからこれを1ヶ月で使い切ったんです。そうまあまあしおりさんが通り入りました。今日も賑やかです今日も超賑やかです。そんな賑やかな僕の青春公園、今日18時半からです。まもなく、ちょっとケイトは急いで準備に行きますね。じゃあ13位から発表します。13位のりぶんさんありがとうございます。12位お茶っぱタイムさんありがとうございます。11位ホリッチッチさんありがとうございます。10位佐藤さんありがとうございます。9位ケイさんありがとうございます。7位ヨッシーさんありがとうございます。嘘だ、だいぶ飛ばしたね。なんか
10位佐藤さんありがとうございます。9位ケイさんありがとうございます。8位ヨッシーさんありがとうございます。7位クニアンさんありがとうございます。6位ガチナツリさんありがとうございます。5位加藤オーナーさんありがとうございます。4位チャウチャウさんありがとうございます。3位マキシマムザユー君さんありがとうございます。1位ミツさん、あ嘘だ、2位1つ2つミツさんありがとうございます。1位は韓国語だ。韓国語読める方いますか？なんて読むんだろう。うわー、韓国語1位カムサハムニダごめんなさい読めへんかった。ありがとうございます。1位の方ありがとう、スペシャルギフトコメントを送ってくださった皆さん、見に来てくださった皆さんありがとうございました。公園行ってきます。バイバイ。